よし、続きやっていきましょう。現場である東京都北区の教会近辺での初動捜査を終えた俺たちは、一度職場である本庁のデスクへと戻っていた。時刻はお昼を回ったところだ。俺の所属する組織はここ、警視庁捜査一課殺人犯捜査第三係。長い。渋谷警察署で窃盗事件を担当した俺は、そこでの活躍が認められて半年前に転属された。すごいじゃん。一課の刑事になって重大事件を解決するのが夢だったから、その念願が叶ったことになる。ほう。だがこの半年間の間、特大大きな事件は回ってきず、地味で退屈だけど大変な仕事ばかりだった。まあでもそんなめちゃめちゃでかい事件はなかったってことでしょ。いいことなんじゃない。今回の事件は俺にとって初めての重大事件ということになる。ほう。どうした進藤、初めての大きな事件で緊張してるのか。あ、やべ。どうした進藤、初めての大きな事件で緊張してるのか。緊張はしてます。でもそれ以上に早く犯人を逮捕できるよう頑張りたいです。いい意気込みだけど。お、いいね。犯人を捕まえられたらチームの評価も上がるから頑張ってくれ。俺の上司にあたるこの人は相沢さん。階級は警部補で第三係相沢班のリーダーを務めている。すげえ、自分の班持ってんだ。てか待って、今気づいた。この人とうとうリーダーから相沢っていう名前もらってるわ。調査一課の現場には10年いる大ベテランで面倒見の良い頼れる上司だ。理想の上司じゃん。積極的に行動してくれ。責任は俺が取るから心配しなくていいぞ。めっちゃいい人じゃん。相沢さんそう言ってニカッと笑った。特徴的な垂れ目がさらに細くなる。張り切るのはいいけど私の足は引っ張らないでよね、女刑事。この発言を聞いた俺はこう答えた。え、どっちが逮捕できるか楽しみだな。じゃあ足に抱きつくの。どっちが逮捕できるか楽しみだな。煽っとこう。あら、さっきはビビってたくせに自信満々なのね。こいつは俺と同期の赤城莉子。ほう。東大出身で警察学校を首席で卒業した。同期の中ではまさにスーパーエリート。やべえ、絶対勝てねえ。調査一課には俺より1年早く配属されていて、すでに複数の事件解決に貢献している。俺、こんなヤバいやつに喧嘩売ったのか今。美人だがプライドが高く人を見下した態度を取ってくるのがムカつくが、悪いやつではないと信じている。なるほど。まあ実際階級は巡査の俺より一つ上の巡査部長なんだか。じゃあ一応上じゃん。おいおい、ここで争ってどうすんだ。俺たちは同じチームメンバーなの。そこんとこ頼んだぞ。いい人だな、本当。俺とリコの間に微妙な空気が流れる。僕も皆さんの役に立てるように頑張ります。こいつな、今んとこ俺ちょっと怪しんでるんだよね。森の中ではね、この後輩刑事が一番最初にやられるんじゃないかなって可能性が高いんだけど。空気を変えようとしたのか、わざとらしく明るい声を発したこいつは小松優太。ほう。でもいいやつじゃん。そうやってわざと分かってるけど明るくしようとしてくれてるんでしょ。階級は俺と同じです。ごめん、後輩だと思ってた。あ、同じだったんだお前。1ヶ月前に配属されたばかりで俺にとっては後輩刑事になる。ああ、そうなんだ。パチパチパチ。相沢さんだけが小松の発言を聞いて拍手をした。小松もその意気で頑張ってくれ。新人だからやって遠慮するなよ。はい。こうして改めて見るとコント個性豊かなメンバーだな。調査するときは彼らと行動を共にすることが中心となる。そういえば殺人事件ってことは調査本部も設置されるんですかね。ああ、すぐでも立ち上がるはずだ。その時、緊急通報のアナウンスが警報と共に入った。ほう。え、黒田区で殺人事件発生、第三係は現場へ急行せよ。やべえ、またか。響き渡るアナウンスに俺たちは顔を見合わせた。相沢さんがコートを掴んで立ち上がる。行くぞ。同一犯かもしれない。それは急がなきゃ。俺たちは急いで現場へと、あ、向こう、ちょっと待って、最後俺最悪すぎるだろ。あの、クリアはしたわ。小松くん運転を担当し、パトカーで20分ほど黒田区への現場へと到着した。小松はここで待っておけ。え、いざという時にすぐ出られるようにしておくんだよ。わかりました。少ししょんぼりした様子の小松を残し、俺と相沢さんとリコの3人は人だかりができた裏路地へと足を、はい。すでに所轄の刑事が到着しており、青いシートで現場は見えないようになっていた。早いね。青いシートの前には制服警官が立っている。お疲れ様です。調査一課第三係が到着しました。お疲れ様です。こちらへどうぞ。青いシートをかき分けて中へ入る。うわぁ！
マダム。はあ、にって書いてある。そこにあったのは派手な中年女性が目を見開いて死んでいる姿だった。悪い予感が当たっちまったな。来た。相沢が言う悪い予感が当たっちまったなというのはどこを見ればわかるか。もう完全にこれでしょ、にっていうの。そうだろうね、だってもう前に言ってたもんね。1人目ってことはこれが2人目ってことでしょ。右手の甲に地で2と書かれている。教会の事件と同じだ。同一犯ですかね。相沢さんは静かにうなずいた。つまりこれは連続殺人事件。犯人を早く探し出さなければ次の被害者が出てしまうかもしれない。そう考えると自然に身に力が入る。早速現場を検証してみましてみよう。被害者の死因はどこを見ればわかるだろう。被害者の死因はここだね。刺されたにしてはでもないもんね。武器って言ったら刺したやつ、凶器か。世界左胸の刺し傷から血が出ている。ってことは持ち去ったんだな。左胸に刺し傷がありますね。ここが死因でしょう。ずいぶん慣れたやつの犯行だな。他に傷が見当たらないし、急所一突きで殺害すると。そうですね。となると快楽犯の線が強くなりますか。まだ何とも言えないな。凶器はあれか。え、凶器あんの？凶器あんの？え、奥に落ちてる。これか。あったあった、見えなかった。道端にすられるように血のついたナイフが落ちている。わあ、それは見えんかった。あれで刺されたみたいですね。逃げるときに捨てたと考えると犯人の逃走経路は奥の路地ね。死後硬直からして事件が起こったのは今朝かしら。現場付近に犯人は残っていないでしょう。向こう側の路地の聞き込みを評価するように連絡を入れておきます。さすがは同期一のエリート。視点が鋭い上に仕事が早い。めっちゃいいじゃん。俺も負けてられない。クリアー、オッケー。でも最悪の予感当たっちゃったね。ってことはこれからあとまた3人4人で増えていくわけでしょ。でもこれ犯人何がしたいんだろうね。だってさ、普通ナイフも持ち去るじゃん。あんなとこに捨ててってるわけでしょ。そんでもって被害者もさ、別になんか関係があった人たちでもないんでしょ。一応マジで謎のやつだな。まあとりあえず俺は上司の相沢さんが死なないことを祈るわ。まあでもみんな名前が明らかになってよかったね。あのままさ、リーダー、女刑事、後輩刑事のままだと確実に誰か死んでたからね。